シュナミティズムは、成功をせず裸の処女と添い寝をすることで老人が若さを回復するという、迷信的な回春術である。理論的根拠は、若い女性の体温と水気が、老人に伝わり若返らせるというもの。スナミティズム、シュナミズムとも呼ばれる。老王、ダビデを温めるアビシャグ語源は、旧約聖書、列王記、第一に記載されている、ダビデ王のエピソードである。 ダビデオは晩年、ヨギを着ても体が温まらなくなった。周囲の者は若い少女を添い寝させて温めることにした。シュネム出身のアビシャグという美少女が選ばれ、ダビデオに仕えることになった。ダビデオはアビシャグと成功することはなかった。このような少女の柔肌と接触することで若いエキスを吸収するという接触呪術的な回春術は古来、 世界各地に存在した。世界三大聖典の一つである、素女女には、よろしく公説の方を知るべきである。法の要点は、多くの少女を御して、しばしば性を漏らさぬようにすることだ。そうすれば、体は軽くなり、百病は消えてなくなるだろうとある。ローマ帝国の第四代皇帝、クラウディウスもシュナミティズムを実践したとされる。医師による処方としては、 トーマス・サイデンハム及びヘルマン・ブールハーフェイが記録に残っている。18世紀、パリのあるインバイヤードが若い処女と添い寝させるサービスを考え出した。顧客は裕福な老人、あそこには丈夫なキャップがはめられた。14から15歳の処女が二人、両脇から温めてくれる。なお、処女たちは二から三年もこの仕事をすると、心身ともに疲弊して老け込んでしまったという。 川端康成の小説、眠れる美女にシュナミティズムを提供する秘密クラブが登場する。ありがとうございます。